まで中村断輪が開かれ年のの間に延べ10万人も僧侶を出小西真由美林、飯高団林と共に、関東三、大団林と称された。東団林から出子四方園、親子方園、達志四方園、堺市方園、養子四方園、むしろ市方園の七方園が発生した。本堂の交互の見かけは、日蓮と、 狐忍のが、互いの像を刻んだものと言われている。参道や歴代墓地の周囲には8000株のアジサイが植えられており、アジサイ寺として知られてきた。2013年には、境内の森の中に、アジサイ庭園が開園し、50種類以上の珍しい品種のアジサイが、散策路脇に植栽されている。現住は341世清瀬悲壮関住。 電子放演。日練習は1941年日本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。JR バス関東多古本線、南中下車徒歩3分、または、成田空港シャトルバス、高速バス操作線、道の駅多古下車徒歩20分。ありがとうございます。